はい、こんにちは。今日もですね、リベ大学長がおすすめする書籍1億円貯める方法をお金持ち1371人に聞きましたの書籍から、いよいよベスト10から1位を発表していきます。ここまで30位から12位ですね、10位が同率なので12位までをご紹介してきたんですけれども、皆さんご自身で考えてきた結果ですね、どのくらい当てはまったでしょうか。あ、結構当てはまったなっていうのもあれば、あ、そういうのはやっぱり10位に入ってくるんだっていうのもいろいろあったかと思います。でこれ自体はその元のネタっていうのがアメリカからの持ってきたものになりますんで、例えば強い信仰心を持つとかっていうのを僕が話した中ではその考えの元とか軸を持ちましょうっていうようなことを言いましたけど、やっぱりそこが日本人とちょっと感覚が違うっていうところもありますんで、これはまたこのさらに次のパートのとこで、各発表した30個の中を7つのグループに分けて、それぞれの皆さんの得意分野のところは、何ですかっていうことも紹介していきますんで、今日は、とりあえず10位から1位までを紹介して、こういうものがあるんだというランキングをぜひ、していただけたらなというふうに思います。ということで、早速入っていきます。10位はまず同率で2つあります。10位1つ目が賢い投資をするということで、これは例えば今だったら YouTube のチャンネルの中で令和の虎っていうので、いろいろ起業したいとかこういう事業を始めたいっていう志願者がたくさん来るんですね。でお金をいくら用意してくださいって、お金をいくら投資してくださいとか融資してくださいとか社内ベンチャーさせてくださいみたいな話をするんですけれども、そういったチャレンジャーに対してチャレンジャー目線ではなくて、お金を出す側の目線になってこの人の事業っていうのは果たして成功するのかどうか、うまくいくのだろうかっていう目線ですね、チャレンジをしてみていただけたらと思います。そうすると賢い投資とかそうじゃない投資っていうのが最後の、投資をするのか出さないのかっていう判断で、あ、社長出しの目線からしたらやっぱりこれお金出した方がいいんだなとか、これは出さない方がいいんだなっていう判断がついて、だんだん賢い投資っていうのがどういうものかっていうのが、身についてくるかというふうに思います。続いてもう一つの10位は、自分のアイディアや製品を売り込む能力がある。これ営業の方だったらよく聞く言葉かもしれないんですけど、自分を売れみたいな感じですね、こう言われたりとかすると思うんですが、これはよく自分を売るとか、その人間性で売るとか、あるいは最近の営業だったら質問力を高めてヒアリングを大事にしなさいとかっていう風に言われるんですけれども、お客様の潜在ニーズを引っ張ってそれにハマるようなやり方で、お客様に解決策とか商品やサービスを埋めていきなさいみたいなことが言われるんですけど、これって結局でも売り込むためのプレゼン能力っていうのも非常に大事になってくるんですよ。特にもう亡くなって10年くらい経ちますけれども、スティーブ・ジョブズ、アップルの創業者の一人のスティーブ・ジョブズなんかっていうのは、形にしてみないと顧客が果たして本当に欲しいものは一体何なのかっていうのは分からないと。だからアップルが出してる iPhone とか iPad とか iMac とかっていうのは、こんなのがあったらいいなじゃなくて、これでどうですかっていうのを提示して、あ、こんなのが欲しかったんだよっていう形でああやって世界的に売れてる商品だったりするんですよね。ですからニーズを引き出すっていうのも大事なんですけど、これがニーズだろっていうことをこうバンってはめる売り込む能力っていうのも大事だということです。皆さんの売り込むニーズにはまるような能力、力ってないって何でしょうか。それをぜひ探してみていただけたらなというふうに思います。はい、で続いて8位は安定した精神状態を保つというものです。よくですね、怒りを原動力にして負のパワーをこう力にしていくみたいなことも言われたりするんですけど、これってやっぱりムラがあるんですよね。いい時はいいんですけど、ダメの時は徹底してダメっていうところがあるので、メンタルによって行動力だけじゃなくて考え方っていうのも変わってきてしまうっていうのが、科学者の結果で出てきていますから、ここは安定させた方が勢いだけのアイディアにならずに、周りがどういうものを求めているのかっていうことをこう安定的にですね考える力が、ついていきますので、精神状態は安定、精神状態は安定を保ちましょう。はい、続いて7位はリーダーシップを発揮する。でこれリーダーシップっていうと、よしみんな俺についてこいみたいなものではなくて、いろんなリーダーシップが考えられるんです。人を使うだけのものがリーダーシップっていうものではなくて、例えば今言ったような引っ張るっていうのもあれば、逆に背中を押してあげる、よしみんな頑張れよとか、あるいはいい意味で任せる、こう放任するっていうことですね、とか適材適所に君はあそこ、君はあれ、あなたはこれをやってねみたいな形で適材適所に当てはめていくという形で、あなた自身だけじゃなくて周りがあなたのリーダーシップこういう風に発揮してくれたらやりやすいよっていうものを見つけて、それにはめていくっていうのが非常にいいんではないかなというふうに思います。続いて、6位は自分の職業あるいは、事業を愛しているか、 I love you っていうやつですね。自分の仕事が好きじゃないっ
ていうサラリーマンが非常に多いっていうところではあるんですけれども、反対にですね、自分の仕事がもう嫌いっていう経営者はなかなかいないと思うんですよね。雇われは別かもしれないんですけれども、一方は成功にはもう一種類、プロ意識っていうようなところがあって、これごめんなさい急に話が飛んだと思うんですけど、何かというと好きか嫌いかっていうのは一切関係がなくて、そこで成功するために自分はプロとしてやっていくんだっていう気概を持っているかどうか。例えば東進ハイスクールの林修先生なんかっていうのはこの例なんですよね。国語講師をやること、そもそも予備校講師という仕事が好きですか嫌いですかって言ったら嫌いだよと、そもそもやりたくもないっていうことを話して、でもあの人はものすごい成功を収めている方じゃないですか。はい、なのでもちろんその自分の職業授業を愛して好きでたまらないと、好きだから無限にやってられるっていうような状態を作るのも大事なんですけれども、逆に自分がプロとしてその意識を持つことができるのであれば、必ずしもそれは当てはまらない例もあるかもしれないなというところです。ちなみにちょっと話脱線しますけど、今年の1月26日に亡くなったコビー・ブライアント、高校時代よりも NBA でバスケをする方が楽だったっていう実は話があったりするんですよね。嘘つけって、そんな世界でたった400人しかいないようなプロリーグが楽なわけないだろう、高校バスケよりもっていう話なんですけど、実は高校バスケっていうのは次の大学とかプロの NBA に行くためにもう全員が死に物狂い切磋琢磨をし合っているリーグなんですよね、環境なんですよ。ところが NBA になってしまえば、ある一定の成績を毎年収めていれば、もう莫大な報酬が入ってきますから、もうみんな死に物狂いでチャンピオンシップを狙いに行くというよりも、生活を安定させるためにプレーをしている人間も少なからずいたっていう話なんですよね。だからバスケが好きというよりも、バスケがたまたま自分が得意分野であって、好きか嫌いかじゃなくて、それで食っていけるからそれを選んでいるっていう人たちもやっぱりいたということなんですよね。ということは結局その林修先生の例とかっていうのはすごく得意で、得意っていうのは珍しいパターンで、やっぱり得意プラスそこに好きかどうかっていうのはさらなる成功を生む要素なんじゃないかなっていうふうには思います。長くなりましたね。続いて5位です。5位は人よりよく働くですね。はい、これ誰よりもじゃないんですよ、人よりもよく働くなので、自分がいる環境で、一番働いているという意味じゃないかなというふうに思います。ただこれって日本人みたいに朝の7時から働き始めて夜は12時まで働いてみたいな、こんな長く働くっていうのじゃなくて、生産性高く無駄を省いて本当に必要なことだけに絞って働くっていうことを指していると思います。余計なことに時間を割くっていうのは非常に無駄ですので、そこは除いていきましょうというところになります。4位まで来ました。はい、4位大事ですよ。支えとなる配偶者を見つける、あるいは配偶者がいるっていうことです。やろうと思っていることとかを応援してくれたりとか、あるいはやり方が暴走していたらそれを止めてくれたりとかっていう、やっぱり自分一人では出し切れないアイディアとか、あるいは勇気とか、あるいは行き過ぎた行動をきちっと制御してくれる存在っていうのは非常に大事なんじゃないかなと思います。これが配偶者なのか、あるいは親友なのか、パートナーなのかっていうところはいろいろ考え方があるかと思うんですけれども、そういったところも非常に重要になってくると思います。僕なんかですね、今こうやって YouTube 発信してますけど、嫁さんがね一円にもなってないのに非常にですね頑張ってっていう風にですね、もう好きな時取っていいよっていうような形ですね、応援してくれるからこそ、趣味でですね、僕はベラベラ喋るのがこう好きなんです。吸収した知識をですね、インプットした知識をすぐにアウトプットしたくて、たまらない人間ですから、そういうことをですね YouTube っていう形でやらせてもらっている嫁さんっていうのは非常にありがたい存在だななんていう風に思います。ではいよいよベスト3に行きます。はい、第3位は人とうまくやっていく。これ4位の配偶者がいる、より良い配偶者がいるっていうのもリンクしてくるかなというふうに思うんですけれども、僕の動画の中で何回か紹介をしているライフシスト100年時代を生きるっていう本の中で、やっぱりお金と人間関係っていうのは同じくらい大事ですよ、特に人生の後半になっていくにつれて人間関係っていうのは重要になって、寿命や幸福度に関わってくるというところですから、皆さんも生涯の友、ジャイアンの言葉を借りられる心の友よっていうのを見つける、あるいは今いるのであればその人をぜひ大事にしていただけたらと思います。オリエンタルラジオの中田敦彦さんが星の王子様を紹介している動画の中で、今その人が大事かどうかっていうのは分からないと、でも大切に大切にその人と過ごしてきたら、その人が自分にとって必要な存在になっているかもしれないっていう、すごくいいお話をされてたんで、ぜひそういった動画もご覧いただけたらと思います。中田敦彦スペース星の王子様って調べたら多分出てくると思います。はい、では
2位というところなんですが、実はですねこれ1位が同率なんですよね。どっちも1位なので、もうベストワンを紹介していきます。まず1つ目の1位が、自分を律する精神力がある。これなかなか難しいですよね。ダイエット頑張りますとか、禁煙しますとか、禁酒しますとかって言っても、ちょっとだけいいか、ケーキ1つ、一服だけいいか、スパ一杯いいじゃん、呼吸やっちゃってる人って多分多いんですよね。でその一口がデブになり、その一服が肺がんを招き、そして一杯がアルコール依存症を招くっていうような結果になってしまうんですよね。気づいたら手元からお金がなくなっているっていうのもそうだったりするんですよ。やっぱりケーキ1個400円、タバコ1箱500円、酒1杯、まあ、100円から高いもので数万円っていうものとかですよね、はい、っていうような形でやっぱり体もダメにしてしまうし、お金も手元からなくしてしまうしっていうことなので、皆さんがこの動画を見てるってことは1億円を貯めたいっていう、どうやって資産を貯めていったらいいのかっていうヒントをつかみたいっていう方が非常に多いと思いますんで、そういった中でじゃあどうやったらお金を貯めていくことができるのかっていう中で、やっぱりそういうちょこちょこつまみつまみっていう風にお金を排出していったら結局貯まりませんよね。皆さんが目標値としている金額を貯めていくためには、どんなことを今なくしていく必要がありますかって、これ我慢とはまた別なんですよ。なくすんですよ。なくす必要がありますかっていうことをぜひですねリストアップしていただくのがいいのではないかなというふうに思います。では続いて最後もう一つの1位紹介します。1位は、誰に対しても正直である。人からモテますよね、正直な人、信頼されますよね。これを誠実性って言いますよね。メンタリスト DAIGO さんがビッグファイブと呼ばれる心理テストの中で、人から信頼されるとかモテるとか成功しやすいタイプの中で誠実性の高さっていうことを挙げています。でそこには、人も集まるし、お金も集まるし、情報も集まるし、もう自分の意のままなんですよね。だから誠実に、人に対して、あるいは自分に対しても誠実に正直に生きていくっていうことが、結果成功やお金や人や情報全てを集めてくれるというようなことを、お金持ちの方々ですね、成功している方々っていうのは意識というよりは多分もともと持っているものなんでしょうね、はい。でもし、そうでないという方々、僕なんか特に不誠実に生きている人間ですから、はい、特に意識していただかなきゃいけないかなというふうに思います。ただですね、今この動画を含めて3本の動画をご紹介してきたんですが、1位であっても、この1位のですね、自分を律する精神力があるとか、あるいは1位、誰に対しても正直であるというものでも、お金持ちの方が非常に重要であるというふうに答えたのって、実は 57%、つまり半分ちょっとの人だけなんですよね。1371人のうち733人に聞いたっていうふうに書いてあるんですけど、この本の中に。ということは、733人のうちの 57%、まあ、約400名くらいの方は、それ大事だっていうふうに思うんですけど、残りの300名ちょっとっていうのは、それは別に重要じゃないよっていうふうに、あ、もう重要じゃないというか非常に重要から外しているわけなんですよね。ということは必ずしも1位が決定だり30位が大したことないっていうことではないんですよ。だから皆さんが鵜呑みにして、あの優先順位の高いものばかりを追いかけていったらいいっていうものではなくて、ぜひですねその30位から1位の中で自分だったらこれができるなとか、これが得意そうだな、これなら今できているなっていうものを見つけて、それを実践していくっていうことが非常に大事になるんじゃないかなっていうふうに思います。ということで、本日はですね、10位から1位までを紹介いたしました。皆さんの中につながるヒントっていうのは一体何にあったでしょうか。ということで次回の動画はですね、前回までのパートで、今回と前回前々回の動画でご紹介をした30位までの1位から30位までのものをグルーピングして、各分野で、皆さんの得意分野っていうのを見つけていただく、そんなヒントになる動画をお届けできたらなというふうに思っています。今日も長時間最後までお付き合いいただきましてどうもありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。